はい、皆さんこんにちは、村長です。やっと出ましたね。スタジオ1のバージョン6です。今回のバージョン6のとってもいいと思うところは、今画面を見ていただいている通り、ほとんどバージョン5の時のインターフェースと変わらないということです。Twitter の投稿を見てたりすると、こんなのちょっとしか変わっていないのに、マイナーバージョンアップでいいんじゃないか。というようなツイートもたくさん見ました。僕は全く逆だと思います。バージョン5を使ってて6にアップデートしたような人はもうその日から使えると。そして新しい機能で変わった部分はまた徐々に勉強していくということで導入してすぐに使えるこのユーザーインターフェースですね。どこにもバージョン6ということを匂わせない。それがとっても素晴らしいなと今回感じました。賛否両論あると思うんですけど、僕は少なくともそう感じています。今回の動画は今までのようにあまりぎっしり詰めるんじゃなくって、一つ一つ機能別にお話をしていきたいと思いますので、YouTube で検索していただくときなんかにもわかりやすく検索ができるというか、自分の欲しい動画だけを見れるように今回はやってみたいと思います。今日は第1回目ですが、その第1回目はチャンネル周り、その辺のところをやっていきたいと思います。チャンネル周りというのは、いわゆるミキサーですね。この辺のところをやりたいと思うんですが、とっても便利になった機能の中に、フィリップ機能というのができました。これデジタルミキサーとかに慣れてない人にはちょっと戸惑いもあるかもわかりません。これはどういうことかと言いましたら、鮮度ですね。例えばリバーブとかを作るときに鮮度リバーブをして、そしてリバーブをかけていったりします。画面で言えばこの部分ですね。この辺の部分で今、1チャンネルには1つの鮮度、2、3には2つの鮮度が送られています。そして、ここにあるトラックが、その鮮度される受け側のトラックが2つ並んでいます。いわゆる FX トラックっていうやつですね。今までは、この小さなメーターを動かすか、もしくはこのインスペクターを出しまして、ここにも同じ機能がありますので、ここでやるということだったんですけれども、ちょっとここだけでも一つ便利な機能がありました。本題に入る前に一つ言っておきますと、ここでダブルクリックをしますと、このように大きくなって、とっても操作性が良くなりました。ここで変更ができます。ウィンドウはちょっとこのようにのけておいて、そしてここで動かすこともできます。連動してますよね。はい。こういうこともできるんですけれども、もっと便利な機能が一つ目のフィリップ機能です。フィリップ機能というのは左の端の方に選択があります。このボタンを押すと、このように今1個目の鮮度トラックですね。いわゆるここ。この灰色のところですね。ここに送られている、これをここで指定できるようになりました。これを動かすと、このように動くようになります。今はこれがボリュームフェーダーではないということですね。そうしましたら、この2つ目の FX トラック、ここに送られているときはどうなるのかと言いましたら、ここですね。ここに送られているのはどうなるかと言いましたら、ここで選択ができます。FX1 というのをここで選択すればいいわけです。そうしましたら、ここにはフェーダーは出てきません。FX1 には送っていないからです。ここが緑色しているので、よくわかりますね。また、この左端でやるだけではなく、このミキシングチャンネルのところを右クリックしましたら、フェーダーをオープンエアにフィリップというふうに選択することができます。そうすると、一つ目のセンドに行きました。こちらのトラックの方で、今度はフェーダーを FX1 にフィリップというふうにすると、こちらに変わります。そして、これを解除するのは、ここが今緑色になっていますけれども、これをカチンと押せば、いつもの通常のフェーダーに戻るということです。これはデジタルのミキサーとかでは当たり前の機能なんですけれども、初心者の人には逆に慣れるまでは不便かもわかりませんが、これは絶対に覚えておくと、リバーブを調整しようというミキシングの最終段階になった時に、このトラックに送られているリバーブを調整したくなりましたら、このように選択をして、そうしてギターのトラックのリバーブはどれぐらいがいいかな、ピアノはどうかなというふうに、ここだけで変更できるようになるのが便利なところです。まず、フィリップ機能、分かっていただけましたでしょうか。そして、フィリップをたくさん作るときに、例えば、今、鮮度は1には1つしかなくって、2、3に2つずつありますよね。ですから、ここでオープンエア1というのにすれば、今と同じように3つ選べますが、FX1 というのを選択すると、緑がここだけになるだけではなくって、ここ重要ですよ。ミアサインのフェイダーを隠すというのにすれば、余計なトラックはなくなります。はい。ちゃんと送られているものだけになります。これの方が見やすい、減ってわかりやすいという方もいますしですね。これは送られていないんだということで、全部のトラックが出ていた方がわかりやすいという方もおられると思います。そこはご自分の便利なように使ってください。次はパンについてお話をしたいと思います。パンにいろんな種類が分けれるようになりました。ちょっとこのパンのところをいつもと違ってダブルクリックします。するとパンが大きく見えやすくなりましたよね。老眼の僕にはとってもありがたい機能なんですが、ここ今バイノーラルとなっておりますけれども、最初はこのバランスというタイプなんですね。バランスというのは今までと同じように右に何パーセント振るんだとか、左に何パーセント振るんだという通常のパンの指定の仕方です。そしてこのリアルというのにしたら、左右を同時にできます。これで、このようにすると、右左、このようにできて、真ん中を押しながらすると、このような形でバランスをとってやれるようになります。次は、これが全く新しくて、とっても立体感のできるミキシングができるようになりますので、次の項目は覚えてください。それがバイノーラルです。バイノーラルにしますと、チャンネルは MS 処理になります。ここでコントロールを押しながらクリックすると、センターに来ます。そして、ここでバイノーラルのパーセントですね。今、91という数字になっていますけれども、これでは広がりがありません。これをこのように大きくして皆さんも聞いてください。あまり大きくしますと、コーレーションとかが、ちょっとコーレーションという言葉難しいですけれども、コーレーションの方がプラスマイナス逆転してしまう時がありますので、コーレーションのことは、また別の機会に詳しく言うとしまして、あまり広げすぎると、位相が逆転したりして、ちょっと不安定なチャンネルになる場合がありますので、あまり広げない範囲で耳で聞きながらやってみてください。とっても簡単に立体感が出せるようになります。この3つのモードがあるということに着目してみてください。バイノーナルは 100% から 200% までできるようになっています。次はトラックアイコンについてです。皆さんアイコンを使わなくってもこのように色分けしてるよっていうそういうような方もおられると思います。今、青、黄、赤という色に設定していますけれども、でもアイコン表示があればですね、これがトラックが多くなってきたらですね、色だけでは分かりにくい、覚えにくいということがあります。もちろんトラック名は出ていますので、このように幅を広げて全部を読めるようにするんであればいいんですけれども、なるべく物理的な画面の範囲を減らすためにということで、このようにしておいた場合はですね、チャンネルのアイコンを出すのには、この左の工具マークのところですね。ここを押しますと、チャンネルアイコンというチェックができますので、これをしますと、この下の部分にチャンネルアイコン領域が出てきます。領域が出てきましたら、そこをクリックすると、このようにアイコンリストが出てきますので、例えばドラムを選択する。また次のところでですね、例えばパッドを選択する。このようにアイコンが付けていけます。そしてこういう、バスのところですね。バスのところの場合はですね、ここでその他というのを選びましたら、こういうバスが出てきますので、例えば FX バスというふうにしてやれば、このように見やすくなります。このアイコンを指定しましたら、もちろんこのトラックですね、アレンジビューのところでも、このように設定ができまして、アイコンの表示をすることができます。こういう形ですね。そして、それらができましたら、今回の目玉機能でもあります、チャンネルのインサートや FX、いわゆる鮮度ですね。そういうのを一括で見れる画面ができるようになりました。それは各チャンネルのところにあります、このアイコンです。ここを押すと、このように一覧でインサートや鮮度、そして、Qミックスですね。そういうのが全部見れるようになるわけです。そこでもチャンネルアイコンを設定していましたら、ここにも出てきます。そして、スタジオ1のとっても便利な機能ですけれども、あと、国産のアビリティなんかにもある機能なんですけれども、ミキシングフェーダーを大きめにしましたら、ここにこういうアイコン表示が出ていますよね。EQ であったり、コンプレッサーであったり、絵で出てくるものにはいくつかの制約があるんですけれども、例えばプロ EQ というところをクリックします。ゆっくりクリックしましたら、出たり入ったりします。そしてもう一度これもカチンとやれば、このように EQ が出てくるわけです。これは見るだけではなくって、やりにくいですけれども、ちゃんとイコライダーがこのように変更もできるわけです。もちろん、ここを押せば、インサートしたプラグインが出てくるわけですけれども、ここでもできますので、これらを便利に使ってください。そして、サードパーティー製のプラグインにも今回対応しました。今さっき説明したものは前のバージョンからもあったんですけれども、他の会社のものは今まではできませんでした。例えば、ここにアイコンデジタルという会社のノイズ処理があります。これもできるようになったので、クリックをすると、このようにパラメーターが出てくるようになります。今4つのパラメーターが出ていますけれども、これで出てほしいものを編集するのには、これを右クリックしまして、マイクロ編集パラメータの設定という、これを選択します。すると、ここで選択ができるようになるんですね。このパラメータも欲しいなとか、いや、これはもういらなくなったなとかいうことをできるようになります。ここで自由に出すパラメータを設定するんですね。でも、初心者の方は、ここの英語のパラメータを見ただけでは、あまりわかりにくいですよね。このわかりにくい時にどうするかと言いましたら、ちょっとメモ用紙などを準備しましてですね、例えば、このプラグインをこのように表示させます。そして、このリダクションというのをここに表示したいと思ったときは、どんな風な名前になっているかというのは、ここを押してちょっと動かしますと、左上ですね。スタジオ1の左上にリダクションと出ました。次のパラメータをちょっといじってみますね。はい。こうすると、マキシマムアテネーションという風に出てきます。このようにして名前をちょこちょこっとメモをしていただきまして、そしてこれを右クリックしてですね、マイクロ編集パラメータを設定という風にして、この中で探すというのもいいわけです。ちょっと気をつけてほしいのはですね、こうやって2つの画面が出ているからといっても、このマイクロ編集パラメータ設定という画面が出ていたら、こちらの右側のプラグインの画面は全くいじれませんので、そこらは気をつけてください。一回閉じてから調べないといけません。もしくは、ここに書いてある名前ですね。この名前で探すというのもいいかもわかりません。これでしたら、リアクションっていう名前がついてますので、こちらでそういうリアクションっていうようなものがないかっていうのを選択して選べばいいわけです。ここにありますよね。リアクションタイムも出ていました。ここにですね。この辺のところをちょっとうまく使ってください。そうでないと、このパラメータって何するものというふうになりますので、このようにして使ってください。そうやりますと、見ててください。こちらのパラメータを触ると、この右側が動きます。ちょっとやりますね。このリダクションですね。この一番左端のつまみがこのように動きます。はい。こうして使えるようになります。とっても便利ですね。もうほとんどですね、プラグインの画面を出す必要がなくてですね、さらにこれでですね、このようにトータルで出しておけばですね、もうこの画面だけでできますので、トラックをチェンジしても、こうやってチェンジしていくだけで、これが表示されます。これらは別にこの小さなボタンを押さなくても、トラックを選択するだけで、このようにプラグインが変わっていきますので、とっても便利ですし、ノートパソコンなどで一つの画面でやっている人にとっては、たくさんプラグインが出ると大変ですね。スタジオ1のプラグインのやり方というのは、ピン止めさえしなければ、このように出ますよね。でも、次のものをダブルクリックすると、違うプラグインに変わっていってくれたりします。このようにですね。いや、変わってほしくないんだという方は、この右角にピン止めがありまして、ブルー色になっていましたら、これはずっと出たままになります。他のところをいじっても、このようにすべて見せることができますので、マルチディスプレイとか何台かつないでる方は、このやり方もいいんではないかなと思われます。次は、これもとっても便利な機能で、今までありましたテンプレートという考え方をさらに簡単に便利にしたようなものです。これはチャンネル単位でもすべてのチャンネルでもできます。例えば、このチャンネル、一番左のチャンネルですね。これにいろいろ今プラグインが入ったりしています。そしてそのパラメーターもいろいろこのように触ってあります。これを全部プリセットとして記録してくれる機能があります。今回の新しい機能です。ここで右クリックをしまして、そしてトラックプリセットを保存というのにします。そして、これがオケトラックだと仮にしましたら、そのようにオケというふうに名前を変えます。説明は適当に書いてください。そして、サブホルダーで分けることもできますし、サブホルダーを作らないでもできますけれども、例えば、オーディオとか、ハイブリッドとか、インストゥルメントとあります。ハイブリッドってどういうことかというと、マルチで、例えば、3つのトラックをやるときなんかに使えばいいんではないかなと思います。今は、オーディオトラックのところに入れましょう。これで OK をします。そうしましたら、ここに同じようなものを入れて、全く新しいトラックを作りたい場合は、ここで右クリックをしまして、そして一番下にあるトラックプリセットをロードという、これを選択します。すると、このようになりまして、先ほどオーディオのところに入れましたよね。はい。そしたら、ここに OK という行がありますので、これを選択して OK をしますと、はい。このように新しく OK のトラックですね。これが全く同じようにできました。ちょっとこれを削除しておきます。今度はこういう3つのセットですね。いわゆるテンプレートと同じような考え方ですけれども、これはシフトキーなどを押して、3つともを選択しておきます。そして先ほどと同じようにトラックのプリセットを保存としておきます。そしてこれはアコースティックバンドとかそんな名前にしておきます。そしてサブホルダーは先ほども言いましたようにハイブリッドの中に入れておきましょう。そうして OK をします。こうしましたら、今度このようなパターンを出したい場合は、右クリックをしまして、後ろに追加するんだったら一番下を選んでおいたりして、右クリックをしまして、そしてトラックプリセットをロードします。そしてハイブリッドの中にありますので、これを選択しますよね。ここでちゃんと中の内容も大きく出てくれるのが親切ですよね。そして OK を押します。すると、このように3トラックのものが6トラック、空白のトラックがこのようにできました。これがトラックプリセットというものでして、テンプレートをいちいち呼び出しに行くよりも、これの方がとっても便利だと思います。今日の最後におまけの便利機能というか、今までもあったけれどもというのをお話ししたいと思います。以前からも僕の動画を見てくれていたら、ゲインステージングが大事だよということが、再々喋らせていただいています。それはどういうことかというと、ここで左の工具マークから入力コントロールというのにチェックを入れたいと思います。そうしましたら上に一つずつのデシベル表示ができまして、いわゆるここでゲインの調整をできるようになります。これですね。そしてここでできるんですけれども、勝手にしてもしょうがないですので、メーターを入れないといけません。そのメーターは VU メーターというのがありまして、純正の VU メーターは案外優秀です。通常は一番インサートの上側に入れてください。そうしましたら、このような VU メーターが出るわけですけれども、でも、この VU メーターもこうやってるとどうしても物理的な場所が必要になりますので、スタジオ1の場合はこれらをここで先ほども言いましたように、小さな表示ができるようになっています。これで VU メーターをうまく使ってください。じゃあこれを一つ一つ入れていくかといえばそうではありません。入れたいチャンネルをこのようにコントロールキーを押しながらクリックしていきます。シフトを押すと連続したところになってしまいますので、このようにしまして、そしてこの VU メーターをピュッとここに持ってきます。すると、このように全部のところに便利に入れることができました。ちょっと注意ですけれども、VU メーターは今のようにする前に言い忘れましたけれども、初心者の方はこういうふうに覚えておいてください。この右側は18というのに合わすということですね。一番左側です。このスケールを合わしておきます。このスケールのことをヘッドルームとかいう呼び方をする場合もありますけれども、また僕の詳しい動画も見ていただいたらいいですけれども、ここはもう文句なしに18という状態にして VU メーターは見てください。VU メーターの細かい使い方は違う動画でも見ていただくことができます。僕の動画だけじゃなくって他の人のも参考にしてください。これで今日のチャンネル周りのいろんな新機能、もしくは前からもあったスタジオ1ならではの便利機能、これをお話しさせていただきました。まだまだ例えば可視機能とか追加された便利な機能がたくさんあります。今回は高機能になったというイメージは少ないです。いわゆる使い勝手が良くなったという感じですが、DAW の世界もかなり行き着くところまで行き着いていますので、スタジオ1は他の DAW より簡単で、そしてまずまずの機能があって、他の DAW では3アクション、4アクションして開いていくような機能もワンクリックでできたりとかいうこともありまして、とてもわかりやすいです。これは、いや、僕はキューベース派だとか、アップルを使っているので、ロジックとかいう方もたくさんおられると思いますけれども、僕はどちらかの型を持つんじゃなくて、DAW は基本自分が使いやすいのがいいと思うんですけれども、でも、そんな中でも乗り換わった人は、ほとんどの人が使いやすいんじゃなくて、わかりやすいっていう言葉を発する人がたくさんおられます。よりこれからもわかりやすい DAW になってくれると嬉しいな。そんな気持ちでスタジオ1を僕は使っています。ご視聴ありがとうございました。次の動画もまた楽しみにしておいてください。